ジェレミー・ブレッドはイギリスの俳優。イングランドのウォリックシャー州、バークスウェルに州地方長官の息子として生まれる。出生年月は諸説あり、1933年11月3日または12月3日に生まれたとされる。1935年に生まれたとの出典も存在する。4人兄弟の末っ子であり、ブレッドは 幼少期から歌を歌ったり演劇を見るのが好きで、8歳の頃から俳優になりたかったと話している。左利きである。一族は食品会社キャドバリー社の経営者一族であったため、ブレットは恵まれた環境で育った。パブリックスクールの名門イートン校に進むが、在学中はディスレクシアのために苦労したという。親戚に英国の国民的人気ドラマ、 ドクター・マーチンの主役として有名なマーティン・クルーンズがいる。セントラルスクール・オブ・スピーチドラマで演技を学び、1954年にマンチェスターで初舞台を踏む。俳優となったことでの加盟の不名誉を避けるべしとの父の要求により、初めて着たスーツのラベルに書かれていた、ブレッド &CO という店名にちなみ、ジェレミー・ブレッドという芸名を名乗る。 1967年から1971年にかけて当時ローレンソーリビエが率いていたナショナルシアターカンパニーに参加していたこともあり舞台出演が多い1980年にはロサンゼルスでの舞台シャーロック・ホームズ探偵物語地の十字架ザ・クルーセファー・オブ・ブラッドでジョン・エイジ・ワトスンを演じたこともある1958年に女優のアンナ・マッセイと結婚したが 1962年に離婚。マッセイとの間に生まれた息子のデイビッド・ハギンズはイラストレーター兼小説家となった。ブレッドは1960年代から多くのテレビドラマにも出演した。初期に主演したものではアームチェアシアターシリーズのドリアン・グレイの肖像・ザ・ピクチャー・オブ・ドリアン・グレイは特に評価が高く、その後のブレッドの華々しいキャリアを指し示すものとなった。 さらに、1966年の BBC 版ドラマ、三0 s ザスリーマスケ e m アーズ』や、ローレンス・オリビエが、シャイロックを演じた1973年の ATV 版、ベニスの商人ザ・マーチャント・オブ・ベニスなどが有名である。映画には、ベイガス作で、トルストイの原作を映画化した、戦争と平和に出演。ナターシャの兄役として、オードリー・ヘプバーンや、 ヘンリー・ホンダと共演している。最も知名度の高い映画への出演としては、1964年の映画、マイ・フェアレディがある。ブレットは、オードリー・ヘップバーン演じる、主人公に思いを寄せる若き貴族フレディを演じた。ちなみに、フレディがイライザの住む家を見上げるシーンで、有名なナンバー、君住む街角が歌われている。ただし、ブレット自身の歌声も、 かなりの美声ではあるが、ここでの歌は、ビルシャーリーによる吹き替えである。1969年の映画、女王陛下の007では、ジェームズ・ボンド役の候補に、名前が上がるが、結局、ジョージ・レーゼン・ビーが、ボンド役を獲得した。また、007死ぬのは奴らだのオーディションも受けたが、結局ボンド役を得ることはなかった。1971年には、英米合作映画の、 ニコライとアレクサンドラにクレジットはされていないもののロシア人の軍人役で出演している。1976年にアメリカ人のプロデューサー、ジョアン・ウィルソンと再婚。結婚後には米国に移住し、ザラブ・ボートや超人ハルク、ハート2、ハートや宇宙空母ギャラクティカなどの人気ドラマシリーズにも出演した。 米国での知名度と人気の上昇は、米国での放送も念頭に置かれて企画された、グラナダテレビ制作のシャーロック・ホームズの冒険主演への抜擢にもつながっていくことになる。10年間の結婚生活の後、1985年7月にウィルソンが癌で亡くなった後は再婚することはなかった。1988年12月のテビタイムズのインタビューでブレッドは、ジョン・ワズ、 マイコンフィデンスアンドウィズアウトハー u t her as t h e ー e w とその深い悲しみを語っている。1978年、米国での舞台、ドラキュラドラキュラの主役に抜擢されて大きな成功を収めた。ブレットは血を求め女性を誘惑するドラキュラ役であり、役に完全になりきった風貌と演技で各地の女性たちを熱狂させた。ロサンジェルス、サンフランシスコ、 シカゴでの巡業で絶賛され、それまでで最高の売上記録を更新した。翌1979年には BBC のドラマシリーズレベッカレベッカで主演を務め好評を博した。ちなみにこの時のヒロイン役はジョアンナ・デビットであり、グラナダ版シャーロック・ホームズの冒険の最終回となったボール箱に出演し、ブレットとの再共演を果たした。舞台や、 映画などで幅広く活動を展開したブレットだが1984年より放映されたグラナダテレビ版のシャーロック・ホームズの冒険でのシャーロック・ホームズ役が特に有名である。原作からイメージされるホームズの風貌や仕草、性格を完璧に体現し、これ以上のはまり役はいないと高く評価された。ブレットのホームズは史上最高であると高く評価されており、 伝説のホームズ俳優であるウィリアム・ジーレットや英国のホームズファン協会の公認する唯一の俳優といわれたピーター・カッシング、数多くの映画でホームズを演じたベイジル・ラスボーンをもしのぐとされる。アメリカ合衆国の著名な演劇評論家であるメルガッソーは息を呑むほどの分析力、奇怪な変装術、落ち着いた雰囲気、複雑気はあまりない事件を解決するという熱意。 ブレットこそは、理想的なホームズであるとブレットのホームズ役を絶賛している。また、視聴者や批評家たちを驚かせた者には、ブレットの類いまれな運動能力もあった。ブレットの演じるホームズは、乗馬をこなすだけでなく、ソファを飛び越えたり壁をよじ登ったり、あるいは高い橋の欄干をガードもなく歩いていたりする。こういった魅力的なシーンは、シャーロック・ホームズの冒険が語られる際に常に、 言及されている1982年2月にグラナダテレビのプロデューサーマイケル・コックスからブレットに対して出演依頼があった時、すでに何度も演じられてきた古典的な役自体の重圧と今回の企画にかけられている制作費用の莫大さにも躊躇し、ブレットはすぐに承諾の返答をすることはできなかった。しかし、その後たまたま企画が延期され、 別の仕事をしながら、アーサー・コナンドイルの原作をじっくり読む機会を得ると、ブレッドは原作で描かれているホームズを演じる魅力に引き込まれるようになった。数ヶ月後、再び出演の依頼が来た時には、ブレッドはホームズを演じる決意をしていた。ブレッド自身は、1980年の4人の署名をベースにした舞台、ザ・クルーセファー・オブ・ブラッドで、 ワトスン役を演じた時に自ら語っているように、人に対して温かく、社交的で繊細な性格であり、むしろ元の自分はホームズよりもワトスンにより、近いと感じていた。しかし、その上で、ブレットがホームズに似ていたと言えるのは、ワトスン役のデビット・バークや、周囲の人間も認めていたようにその完璧主義の部分だった。そこで、シャーロキアンでもある、 マイケル・コックスは完璧主義者のブレッドが役作りにスムーズに入れるようにと1200もの項目のある有名なザ・ベイカー・ストリート・ファイル A ガイドツー・ザ・アピアランスハビッツ・オブ・シャーロック・ホルムズドクター・ワトソンを作りブレッドを支えたこのベイカー外ファイルは役者だけでなく制作スタッフ全員のバイブルとなりドラマにおいて精密1 8 9 0年代の 英国社会を再現することを可能にした。コックスは今まで映像化されてきたものとは異なるストランドマガジンにあったシドニーパジェットの差し絵と同じイメージのシャーロック・ホームズのドラマを作りたいと考えていた。それはブレットの役作りの方向性と一致し、ブレットも常に現場にドイルの原作を持ち込んで撮影に臨んでいた。原作のストーリーやイメージに 忠実なドラマを作るために、スタッフと役者が一丸となって、作品を作っていった。今までとは違う原作に忠実で、魅力的なホームズを演じるというブレットの目論見みは、今までのワトスン像を覆したいという意欲を持っていた、ワトスン役のデビッド・バークのひるいない演技とも、相まって、1984年4月の初回放送から成功した。 シャーロック・ホームズの冒険は、英国と米国だけでなく、世界77カ国で放送されるほどの絶大な人気シリーズとなった。その一方、初期の作品の撮影スケジュールはあまりに過密であった。ため、ブレットは過酷な制作現場の状況を改善するよう、グラナダテレビの上層部に上進するといったことまでしている。第3シリーズからは、 小さな子供のいたバークが家族との時間を持ちたいという理由によって役を折り、エドワード・ハードウィックがワトスン役に交代したが、ブレットはそういった変化も作品の質を維持するために必要なことだと語っている。実際、驚くほどスムーズにワトスン役は交代された。ハードウィックはバークに劣らない素晴らしい演技でブレットのホームズを支えている。10年間にわたる テレビシリーズの間、ブレッドはたびたび体や精神の不調に襲われながらも、ホームズ役を掘り下げ、役を魅力的に演じることを熱心に研究し続けた。その成果の一つが、舞台、ザ・シークレット・オブ・シャーロック・ホルムズである。これはブレッドが、ホームズの内面を掘り下げたその内容をもとに、脚本家のジェレミー・ポールが書き起こした台本による演劇である。 1988年8月から当初は、ウィンダム、S シアターで数週間の公演予定が、あまりの人気のために1年以上も公演が続き、さらに、英国内の劇場を巡回することとなった。ワトスン役は、テレビドラマと同じく、エドワード・ハードウィックである。当時、ブレットのホームズ人気は凄まじく、この演劇のために、米国や日本からだけでなく世界中からファンが押し寄せる。 結果となった。そのことについてブレットは自分の予想以上にホームズが女性だけでなく子供たちにさえも絶大な人気があることに驚いたと話している。ブレットがホームズの内面を深く掘り下げ演じていたその他の例としては第4シリーズ中の作品悪魔の足も取り上げることができる。ホームズがドラッグと決別するシーンやワトスンをシリーズ中で唯一 ジョンとファーストネームで呼ぶシーンなどはブレットの発案である。ブレットは双極性障害を患っており、症状はウィルソンの死後に悪化した。不幸なことにウィルソンの晩期とホームズの死がテーマとなる放送会を撮影していた時期とが重なってしまい、そのことがブレットをより精神的に困難な状況に導いた。第3シリーズの撮影後にブレットの精神は限界を迎え、 入院するにまで至ってしまった。また、入院について心ないゴシップしに様々な憶測をかき立てられたことや記者のひどい言葉なども、ブレットの精神をさらに傷つけた。ブレットの心臓弁には16歳の時にかかったリウマチ熱による後遺症があり、ブレットの心臓は通常の成人男性のおよそ2倍の大きさであった。心臓のために処方されたジギリタスや、 草うつ病のためのリチウム状の副作用によって体重増加と水分貯留が起こり次第にブレットの動きは緩慢なものとなるそれによって劇中でのホームズとしての演技も変化した処方薬の心臓への負担と草うつ病による影響はブレットの外観にも明らかに現れるようになったこの長いテレビシリーズの間ホームズの相棒である ワトスン役のエドワード・ハードウィックは、孔子ともに、ブレッドを支え続けていた。ハードウィック夫妻の自宅にたびたび、ブレッドを招き、共に過ごしていたことなどを後に語っている。第6シリーズの撮影が始まる頃に、ブレッドの健康状態は再び悪化してしまう。サンハフ間の撮影中に倒れてしまい、次の撮影時には看護師の下で、酸素マスクを使いながら、 演技を行うという状況になってしまった。そのような中でも、ブレットはたった一言、バット、ダーリンズ、座礁マストホーンとだけ答えたという。1993年の年末からは、ボール箱の撮影が行われたが、これが、ブレットのホームズとしての最後の作品となった。第6シリーズの厳しい撮影スケジュールもあり、撮影が終わるとブレットはまた病院に戻ることになってしまった。 しかし、ドラマとしての出来はとても良いものであり、ブレットはこのドラマでの最後のセリフを気に入っていると話している。これは、簡略に訳せば、この悲劇と暴力と恐怖の連関の意味とは何だろうか。宇宙の目的がここにあるはずだが、我々にはその答えにたどり着くことができないというもので、ドイルの原作からそのまま採用されている哲学的なセリフである。 意図されたわけではないが、結果的に、シャーロック・ホームズの冒険前シリーズのラストにふさわしい、セリフとなっている。裁判年の数年間にはブレットは、率直に病気について語り、人々が病の兆候を認識し必要な助けを求めるよう励ましを送り続けた。ブレットは、自身が躁宇病であることや、アルコールをやめ、処方薬によって、自分の精神を管理していることなどを、 インタビューでも語るようになった。また、そういったブレッドの姿を TV で見ることで励まされているという同じ病気を持つ人々からの手紙をブレッドは大切に持っていると話している。ブレッドの最後の仕事となったのは亡くなる直前の1995年9月3日に放送された MDF の広報と総つ病への理解を求めるラジオのチャリティー番組だった。 ブレットは、総物病であっても、自分のように役者として、成功を収めた人間もいるということ。この病気がコントロールできるものであることなどを語り、人々に温かいメッセージを送っている。1995年9月12日、心不全のためロンドンの自宅で亡くなる。去年61。ブレットの葬儀は、ブレットが敬愛していた牧師であり、ホームズ好きでもあった。 長兄のジョンによって取り行われた。マイケルコックスの後に1986年からシャーロック・ホームズの冒険のスタッフとなり2代目プロデューサーとなったジューン・ウィンナム・デイビズは第6シリーズ以降について今後10年間でドイルの原作でまだ映像化していないものを2時間ドラマとして映像化していく予定だと語っていた。また、ブレット自身も 今はホームズに脅威を感じておらず、ひとまず休むけれども、原作のすべてを演じきるつもりだと語っており、今後さらに個性を活かしたホームズ役を演じることに意欲を見せていた。原作のシャーロック・ホームズには、ホームズの晩年期や探偵業を引退した後の作品などもあり、ブレットが年齢を重ねていっても、おそらく素晴らしいドラマが作られていたはずである。ありがとうございます。